皆さんこんばんは、リサです。今日はですね、なんとあのお洋服のブランドからコスメが出たということで気になっていたので、デビューしていこうと思います。そのブランドはなんと、ディーホリックです。韓国のお洋服のブランドですよね。新宿のルミネエストにもお店があったりとか、主にネットでお洋服売ってるんですけど、そのディーホリックからなんと、リップが登場していました。ちなみに、今つけているものがそのリップになります。カラーは5色出ていました。外見はこんな感じでお洋服のタグみたいな感じのが入っていて、こういうジップロックみたいな袋に入って一個一個届きました。箱はこんな感じですね。かわいい。ちょっとビクトリアシークレットっぽい感じになってますね。で、このリップの名前がバビメロって読むのかな？デイリールージュフィットというリップです。つけた感じは結構マット寄りかなっていう感じですね。最近こう私オペラのあのオイルルージュ買ってみてすごく気に入って好きなんですけど、ああいうツヤツヤしたタイプじゃなくてマットっぽい感じですね。で、唇にのせるととろけるように馴染んで鮮やかなカラーと輝きを放つ高保湿マットリップと書いてあります。マットリップですね。はい。ちなみにキャップはちょっとマグネットっぽくなってるんでこんな感じで閉まります。で、マグネットが強いのか結構ここが反発します。なんかマグネットのものとかってあのパスモとかあと IC カードとか携帯とかあんま近づけない方がいいっていうから、カバンに入れるときあんまり隣でもしかしたら入れない方がいいのかもしれないですね。カラーを紹介していきたいと思います。まずはこの1番ですね。1番はこんな感じのカラーで、マイアプリコットというカラーですね。結構オレンジ寄りなカラーです。2番がこちら、ゴッドコーラルですね。さっきのカラーと比べるとやや明るい感じのカラーになってます。3番がこちら、4番がこちら、5番が今つけているこの赤ですねになります。一応全部買ってみたので全部で5色しか出てないんですけど、はい、5色こんな感じですね。ピンクっぽいカラーがね全然ないんですよ。今塗ってんのがこちらの赤のリップです。本当に鮮やかな感じの赤ですね。そんなに潤いしっとりっていうそういう感じではないから、マットって割とそういうもの多いと思うんですけど、そんな感じです。5番から塗っちゃったんで4番のカラー塗ってみようと思います。リップのね落ちやすさも重要なんで。あー、ちょっともともと塗ってたのがあるので残ってるように見えるんですけど、カラーステインするタイプのものではないですね。こちらのカラー4番を塗ってみたいと思います。4番のカラーはこんな感じです。ちょっとでもね印象としては色がすごく似てるね。ちょっと全部塗って比べてみますけど、すごいマットこんな感じ、5、4ですね。こんな感じのカラーですね。はーい、じゃあどんどん塗っていきます。じゃあ次はこちらの3番を塗っていきます。ちょっとピンク寄りになったのかなっていう感じだけど、3番がこちらです。うん、結構どれも渋めのカラーって言ったらあれなんだけど、そんな感じだよね。ちょっとサーモンっぽい感じになりましたね。微妙に色が変化してる。こんだけ近い色で5種類出すってなんかレアじゃない？はい、では次2番いきたいと思います。2番、こちらのカラーちょっとこれは分かりやすいかも。2番がこれです。これは一番分かりやすい気がしますね。結構明るめの、これもサーモン寄りなんだけど、さっきよりかはもうちょいオレンジ寄りな感じですよね。夏にぴったりっぽいカラーかなっていう感じで、ちょっとクリニークのメロンポップっぽいカラーかなっていう感じがしますね。こんな感じです。はい、じゃあ最後1番。はい、では最後1番塗っていきます。結構もう色ついてきちゃったんだけど、これは本当にオレンジですね。うん、こんな感じ。マットって結構カサカサしちゃうのが多いかなと思うんですけど、確かにつけてみるとそんなにカサカサする感じはしないかなっていう感じがしますね。全部の色を並べるとこんな感じ。こっちから1番、2番、3番、4番、5番っていう感じなんですけど、韓国で人気のカラーなのかな。日本って結構もっと鮮やかめなピンクだったり、5色あるともうちょっとピンク色が強いのが多いかなっていう感じがするんだけど、結構オレンジ要素が入ってるというか、そういうものがすごくトータルして多いなっていう感じですかね。どうだろう、まあ夏っぽいっていうのであればこの1番とかあと2番とかもすごく可愛いし今の季節に合うかなっていう感じがするんだけど、なんか一番使いやすいのはこのちょうど真ん中3番のカラーかなっていう感じがしましたね。でこれね、お値段がね
いくらだったっけ、ちょっと見てみよう、忘れちゃった。あ、今セールしてるかもしれない。私が買った時は1本で税込みだと2084円だったんで、結構お高いなと思ったんだけど、今ちょうどセールだったんで、税込みだと1042円で売っていますね。これ1900円なら私は全然買わないかなって思ったんだけど、まあ今セールなどでちょっと安くなってるので、まあマットでそこまですごい乾燥するわけじゃないからいいかなとは思いました。ただ結構ね、もうティント系に慣れてると色が残ってくれるっていうことで安心感があるんだけど、こういうタイプだとね、こんな感じで色がこう残ってくれるっていうものではないので、やっぱりなんか食事に行くよとかいうことになるとそっちの方が便利だなってやっぱりなんか思っちゃうようになっちゃいました最近。まあでもね、気に入った色があったらお洋服買ったついでにリホリックから出たこのライン一緒に試してみてはいかがでしょうか。2番か3番がおすすめかなと思いますので、ぜひ機会があったら皆さんも試してみてください。というわけで今日は D ホリックのリップを全部紹介していく動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。